ご注文はラジオですか？10周年スペシャル。皆さんいらっしゃいませ。この番組は漫画ご注文はうさぎですかの10周年をお祝いしながらご注文の魅力を思う存分お伝えしていくラジオプログラムです。パーソナリティは私千乃役の水瀬祈りと冬役の岩見真中がお届けします。10周年特別おめでとうございます。というところで千乃と冬でラジオをお届けしていきたいと思います。はい、ご中佐はですね2011年から報文社漫画タイムキララマックス誌にて連載開始したご中佐なんですけども、今年2021年で10周年、連載から10周年というところで、それを記念したスペシャル番組となってこのラジオも帰ってきたという感じなんですが、私はですね、まあ、ご中佐千乃役というところで初期から、まあ、ラジオだったりこうキャラクターソングだったりいろいろご中佐テレビアニメからの参戦ですけども、いろんなこう活動を経てこの10周年お祝いしているんですけども、岩見ちゃんはこちらじ初登場、はい、そうなんです。そしてご中佐のこういった番組とかにももしかして初めてですね、かな、はい、だよね。なので、はい、まあ、今回冬ちゃん役に、ね、なった経緯だったりいろんなお話をラジオで聞いていければと思うんですけど、はい、今の岩見ちゃんのこう心境としてはどんな気持ちですか？いや、なんかドキドキですね。ご中佐は私見ていたので妹と一緒に、そっか、そうなんです、お仕事始める前から見ていた作品だったので、10周年スペシャルのラジオを撮ってるんだっていう。そうか。そうなんです。でもそうなってくるよね、やっぱりこう連載も10年経ってるっていうところ で、ね、本誌見始めた時はまだ学生でしたとか、まだまだこう社会人デビューしたてでしたみたいな人がもしかしたら今リーダーとかをやってたりとかね、はい、そんなこう歴史があるご中佐の中では冬というね新キャラクターにも声がついて本当にめでたい、そんなラジオの番組にしていけたらいいなと思います。はい、それではそろそろ参りましょう。ご注文はラジオですか10周年スペシャル、最後までよろしくお願いします。ご注文はラジオですか10周年スペシャル、この番組はご注文はうさぎですか店カフェルミエールの提供でお送りします。ご注文はラジオですか10周年スペシャル、改めましてテレビアニメご注文はうさぎですか千乃役の水瀬祈りです。冬役の岩見真中です。さてさて、改めていろいろとお話ししていきたいと思うのですが、はい、岩見ちゃんを岩見ちゃんって呼んでいいのかな、私勝手に確かに水瀬さんは出会った時から岩見ちゃんって呼んでくださっていたような気がします。本当はこう、真中ちゃんみたいに呼びたいんだけど、なんかさすがにキモいかなって、なんでですか。いや、もう呼んでいただけたら私とても喜びます。本当に嬉しい。真中ちゃん、そうなんです、私でも真中っていう名前があんまりあだ名つかなかったんですよね。あ、そっか、そうなんです。まあね、この真中っていうものがもうなんか完成されてて、私とかだとこう祈りだからまあありがちだけど、祈りんとかそういうこう名前、あとはまあ猪之助ってね、この作品の中でココア役のさくらあやねちゃんがつけてくれて、ただ占い師さんから猪之助っていうのがもう大凶ワードらしくて、もうこれ以上呼ぶともう仕事どんどんなくなるらしいから、さくらさんだけちょっと許してるんですけど、そうそう、だから全然私もまあでもね、急にね下の名前でなんか呼びづらいよね、私のことは。もう確かに、全然でも祈りさんとか、祈りさんでいいですか？もちろん祈りさんって呼びます。あー嬉しい、やったー祈りさん。あー、ご中佐が続いて私もこうやって先輩になっていくんだなっていうのもちょっとラジオで感じてますね。いや全然そんなことはないんだけど、いやでも時が確かに経ってるんだなと思います。じゃあ真中ちゃんと祈りさんでありがとうございます、いきたいと思います、はい、そして、今回ね、まあ、真中ちゃん冬のキャラクターボイスを担当しているんですけども、はい、まあもしかしたら皆さん知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、実はテレビアニメ第3期ブルームにね、真中ちゃん出演していまして、そうなんです、第7話のハロウィン会で、うん、ココアちゃんと会話した、うん、
ジャックオランタン姿の女の子役で覚えてますよ。さきさんがね出てきた、もう本当に涙涙の第7話そうなんです。それでちょこっとだけ喋らせていただいて、うん、すごい。その時は冬っていうキャラクターにはその決まっていたの、うん、いやなかった。なかったんだ。認識ではいます、うん、あでも確かに、ね、大人たちの間ではわかんないですけど、もしかしたらねこの声を聞いて、うん、あ冬だみたいなのがあったのかもしれないしね。いやそうなんだ。この時でさえ嬉しかったです、うん、あ、ご中さんにご中さんの台本だって。そっか。そ、ね、さっきあの妹と二人で見てたよって。 それは一期を見ててくれたの。一期を見てて、高校生でお仕事始める前だったんですけど、うん、そっか。お家に帰ってきて録画を二人で見るっていう。嬉しい。そうなんです。こう癒されてた作品だったので。すごいな。それにねこう、まあ、時が経ってこうご中佐ファミリーの新しいメンバーである冬のキャラクターボイスをね担当する日が来るなんてね。本当に光栄です。いやー嬉しい。でもそうやってご中佐を見てくれていた真中ちゃんだからこそね、こうやってご中佐の世界に入ってきてくれたのも運命的な何かを感じて、すごいこう高いなって思います。既存キャラクターである私たちとしてもやっぱり冬っていうね新しい風はすごいこうさらにご中佐のねパワーを高めてくれる新キャラクターだと思うので、本当に皆さん的にも声をね聞いていただく機会がありまして、あの原作第8巻より登場した冬なんですけど、この現在ね公式ご中佐の公式 YouTube でボイスコミックを全4話配信しているんですけど、そちらを見ていただけると冬のキャラクターボイスを堪能していただけるというところで、はい、冬役演じてみていかがでした？いやもう朝からずっと緊張してたんです、あの日は。あ、この現場の日はそうだったんだ。でも水瀬さん、あ、うん、いのりさんと、うん、一緒に収録できるっていうことは事務所から聞いてたので、うん、なんかちょっと心強くというか、いや引っ張ってくださるかなと思って収録に励んでいましたね。いやなんかその、うん、ボイスコミックっていうのもこう、うん、やっぱ原作の絵に声を当てるっていうので、はい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 、すごいそれはそれでまたこう、うん、アニメとは違った緊張感があるじゃない、ね、なんかそうなんです。しかも冬ちゃん結構あの腹話術で、うんうん、あ、そうだね、いろんな猫ちゃんに声を当ててたので、なんかこうどこまで冬ちゃんの声で猫になろうかって、もう猫結構複数あったから、とりあえずでも冬ちゃん結構調べてたら腹話術が得意っていうのがあったので、じゃあ上手にやってみて、もし何かあったらきっと言ってくださるかなっていう感じで収録してましたね。いやでもあの日が初めての冬の収録だったんだ。そう、全本当にもうめちゃめちゃスムーズで、特になかったよね。そうなんです、任せていただいて、ね、キャラクター作りは。そうそうそう。で、その私もこう冬っていうキャラクターどんな声かなって思ってて、やっぱすごい難しい、うん、じゃあなんか普段の冬とそのどっちも本当の冬だから、うん、そのねこう当てるこしてる時の冬もそうだし、でもなんかそれをこう取っ払うとちょっとシャイだったり勇気が出なかったりっていう可愛らしさもあって、はいはい、そのなんかなんだろう繊細さみたいのをすごい真中ちゃんがね丁寧に演じてて、なんか本当初めて聞くけど、はい、なんかずっと隣にこういたような、そう声だったので、私的にもすごくこう2人で掛け合いできて嬉しかったなと。嬉しかったです。ね、その原作のねすごいいいシーンなんですよ。しかもそのボイスコミック、うんうん、撮らせてもらったシーンが、だからこう2人の出会いだったり、はい、ちょっとこう2人の距離が縮まっていく様子を、うん、ぜひこのねボイスコミックで聞いていただければいいなと思いますし、今後はね、はい、ゆうちゃんの声をまなかちゃんで皆さん脳内再生して原作読まれると思うので、ぜひぜひ楽しんでください。お願いします。そして、この放送の配信日10月29日にご注文はうさぎですか10th アニバーサリーキャラクターソング冬が発売となりました、はい、こちらには冬のソロ曲とちの&冬のデュエット曲そしてその2曲のインストが収録されているということですが、はい、まずはソロ曲この冬のね、ふわふわバルーンが飛び出したこちらレコーディングはいかがでしたか？はい、はい、冬ちゃんとして歌わせていただくのは、うん、こちらの曲が最初だったんですけど、あ、ソロ曲が。そうなんです。なんか冬ちゃんを演じて歌うみたいな、うん、なんかすごく歌詞が、うんうん、冬ちゃんの内側に沿ってて、うん、新しいところはドキドキするけど、うん、不安だけど、でも
ときめきながら一歩踏み出してみようっていう、まさにすごく前向きで希望にあふれた歌詞だったので、なんか前向きな声で届けられたらなって思って歌いましたね。そっか、これがね、1曲目だからね。またなんかこう冬のキャラクターでありながら歌を歌うって、私は結構チノで、そうですよね、そう、歌を歌うのがね、最初すごく難しくて、そうですよね、多分このなんだろう、テンション感とか、なんか性格のちょっとこう内気な感じとかシンクロする部分があるから、そうそうそう、みたいな。でもなんか暗くはなっちゃうね、聴いてる人的にもやっぱ可愛いを届けたいなと思って、すごい最初悩んでいたりしましたね。そうですよね。そしてこの楽曲はね、作詞畑明さん、そして作曲大久保かおるさんという、このデイドリームカフェやノーポイなどもご中佐のこう名曲たちを綴ってきたお二人の書き下ろしというところで、これです。私デイドリームカフェとか友達と一緒に歌ってました、心ぴょんぴょん待ちしてたの？してました。ぴょんぴょんしてて。そうなんだ。そうなんです。しかもそうですね、なんか収録の後に改めてそれ、このデイドリームカフェとかを作ってらっしゃった、あの婦人でっていうのを聞かせていただいて、なんとってなりました。ね、そうだよね。すごい嬉しいって。本当にご中佐のね、数々のこう、まあ、ご中佐といえば音楽もやっぱりもうたくさんたくさん魅力的なので、そんな中でね、また一つこうやってキャラクターソングが増えて、そしてね、こうカップリングには私と、そしてまなかちゃんのデュエット曲、チェスマッチカフェチェックオレという曲がちょっとチカチカチカね、どこ読んでるか分かんなくなっちゃうんだけどこちらはね、デュエットソングというとこで、いのりさんが最初に撮ってらっしゃって、それ聞きながら私撮れて、あ、そうだね、う、私がそう最初だったから、私としてはもう冬の声を聞かせろと思いながら、そう、そうなんだよ、もう穴埋めのようにね、チノのパートを取っていって、こう冬ちゃんはどんな風にここを歌うのかなとか、やっぱりなんか2人でいる時のチノってちょっとお姉ちゃんっぽい部分があって、 それがやっぱりこうチノの今までのこうココア対チノだったり、こうチマメ隊の中のチノだったりとは違う面を冬が引き出してくれて、だからこそなんかこのカフェ、あ、チェスマッチカフェチックオレの中のチーノはなんかすごいちょっと小悪魔感みたいのがあったり、なんか純粋に冬とのこう掛け合いを楽しんでる無邪気さみたいなのが出てて、ものすごいなんか歌ってて楽しかった一曲ですね。なんかいいですよね、白と黒とか猫とウサギとか、結構対極的というか、そうそう、まさになんか二人のこう、なんだろう、似てるようで似てない部分みたいなところでも、なんかお互いが一緒だと一歩踏み出せるみたいな、ね、なんかこれからもこの二人を見てこう見守っていきたくなるような一曲になってますね。はい、この曲はレコーディングはどうだった？レコーディング、私ちょっと言っていいのか分かんないですけど、あの緊張しすぎて、2曲とも左耳突然聞こえなくなっちゃって心配そうなんだ、すぐ治ったんですけど、そうなんです、そんな中で収録させていただいた。そうだったんだ、そんなに緊張したの？そうなんです、なんかやっぱ見てたからこ そ, そうだよ、ね、たくさんの方に愛されているのも、プレッシャーもね、知っていたので、自分で自分にプレッシャーかけちゃって、だから一生懸命考えながらやってたんですけど、それこそこのチェスマッチカフェチェックオレに関しては、あのちのちゃんが一緒に歌ってくれてるって思って、ちょっとなんか楽しく歌えましたね。あー、よかった。それこそそのボイスコミックの収録の時も、そのまなかちゃんがこう、私がね、こう、まあ、チノ、私もだなんだかんだチノを初めて演じてからもう 7,8 年とか経ってると思うんだけど、そう、だからやっぱこう年々こうチノってこれで合ってるのかな、でもチノも成長していってるからこういう時はこういう声出してもいいよなとか、自分の中でなんかチノの可能性みたいなのをなんか探りながら演じてたりするんだけど、時々やっぱりこう迷ったり不安になったりする中で、一緒にこうまなかちゃんが撮った時にこう、あ、チノだって言ってくれたのがすごい嬉しくて、もうまさにでした、本物だなって、もうみんなの人みたいなそれがなんかすごい、あ、私が演じてるチノがちゃんとこうね届いてるんだなっていうふうに思って、本当に支えられました。
そんな私たちの曲をね、はい、じゃあ皆さんにも聴いていただきたいなと思います、はいはい、それでは、本日発売になった CD より1曲お聴きいただきましょう。まなかちゃん曲紹介をお願いします。はい、ご注文はうさぎですか、テンスアニバーサリーキャラクターソング冬よりチノ&冬でチェスマッチカフェチェックオレ。ということで、チノ&フユでチェスマッチカフェチェックオレをお聞きいただきました、はい、いかがだったでしょうか。可愛いですね、ね、この掛け合いがね、また2人のらしさが出ているので、ぜひぜひ冬のキャラクターソロの方もね、合わせてデュエットも楽しんでください、はいはい、よろしくお願いします。はい、それではここからはリスナーさんからのメールをご紹介していきましょう。はい、私から紹介させていただきます。お願いします。ペンネームレスレスさんからいただきました。ありがとうございます。水瀬さん、岩見さん、こんにちは。こんにちは。チェスマッチカフェチェックオレ、視聴させていただきました、うん、なんか早口言葉みたいなタイトルです ね。チェスマッチカフェチェックオレ、お二人のデュエットということで、チノと冬といえばチェス、チェスを通して二人のやりとりが非常に印象的で、とても可愛らしい曲ですね、うんうん、発売がとても楽しみですといただきました。 ありがとうございます。確かに、うん、タイトルを聞いた時はこの曲調をみんな想像したのかな、はい、なんかもうちょっとこうチェスだったりなんかマッチだったりだから、こうバトルっぽい雰囲気も、私は最初にタイトル読んだ時はなんか、どんな曲なんだろうなと思って、うん、開いたらちょっとこう、まあ、ワルツっぽいというか、そうです ね。だからその、まあ、チェスの本場である国の雰囲気というか、優雅なね、なんか遊び感もあったり、はいはいはい、あとまあちょっとさっきはねフルサイズじゃなかったんですけど、はい、私たちのお気に入りのね、このちょっとテンポがねすごい変わるね、うん、なんていうのかな、ここは落ちサビ D メロ、 D メロかな、うん、そうガラッとねなんか曲の雰囲気が変わるとこがあるんですけど、 そこがねすごい可愛いですよ ね。何が起きるんだろうみたいな、うん、なんかその前後がちょっとハロウィンっぽい、うん、なんか音の作りになってて、うん、もうすごいね聞いててワクワク、どんな展開が待ってるんだろうっていうポイントになってるので、うん、ぜひフルサイズで楽しんでほしいです。お願いします。ではもう一ついきましょう、はい、こちらはチロさんからいただきました。ありがとうございます。水瀬さん、岩見さん、こんにちは。こんにちは。ご注文はうさぎですかの10周年記念ラジオが放送されると聞き、メールを送らせていただきました。そして岩見さん、はい、冬役決定おめでとうございます。ありがとうございます。早速ボイスコミックを見てみたのですが、冬ちゃんのクールなイメージにぴったりで、冬ちゃんの動く姿を見たいなと思っています。そこで質問なのですが、冬役を演じるにあたって意識したことやこだわりなどはあったりしましたか。よろしければお聞かせください。はい、なんかこう、まあ、原作もいただいて読ませていただいたりとか、うんうん、あと調べて自分で冬ちゃんについてこう調べて役作りをしていく中で、うんうんうん、あの本当に最初の頃のちのちゃんに雰囲気が似てるっていう、そうだね、そうなんですのがあって、うん、だからこうなんでしょう、あの初期の頃のちのちゃんの声を探して聞いてみたりとかはしました、根底に私はいたなんかきっとそう雰囲気が似てるっていう設定があるから、ね、これなんでしょう、
思いっきり違っちゃうのもまたキャラクターを作っていく上で違うのかなっていうので、そうなんです、雰囲気というかそのテンション感というか、そういうところはちょこっとだけ参考にしつつ、でもふゆちゃんはふゆちゃんで自分が感じたままにっていうのはありましたね。そうだったんだね。なんかやっぱり多分チノから見てもどこかその冬が昔の自分だったり、なんかこう あの時の私に少し似てるみたいな部分があるからこそ、なんだろう、こう大きくなったチノとして歩み寄れた部分もあると思うから、なんかそれを聞いてすごいなんか尊い気持ちになった。これがね、尊いってやつなんだな。だからこその2人のコンビネーションというかね、そうですね、うん、今後も2人がどんな風に成長していくのか、いや見ていきたい、ね、見たいね、ぜひぜひ皆様応援よろしくお願いします。はい、はい、続きまして、うん、ペンネームひろきちさんからいただきました。ありがとうございます。みなせさん、岩見さん、こんばんは。こんばんは。そしてごちうさワールドにいらっしゃいませ岩見さん、ありがとうございます。ごちうさはもう連載開始から10周年になるんですね、うん、私は書店で見かけた単行本の表紙に一目惚れしたのがごちうさとの出会いでした、うん、今までアニメのイベントなどには参加していなかったのですが、うん、ごちうさがアニメになったおかげでティーパーティーやちまめ隊のライブなどにも参加することができ、なんと漫画の世界からさらに広がったごちうさワールドにどっぷりと浸かることができました。イベントやライブの楽しさなど自分の世界を広げてくれたごちうさには感謝感謝の言葉しかありません。お二人の中で自分の世界が広がった経験は何かありますか？ありましたら教えてほしいです。それではといただきました。わー、すごい、すべてのきっかけになっているんですね。いやー、すごいね、アニメイベントデビューをしてくれたってことだよね。素敵。確かにこう書店で見ると華やかですよね、うん、ね、そう、ほんとね、表紙がね、毎回そのまあなんだろう、あのコミックの中のこう漫画として読んでてももちろん可愛いけど、突然来るカラーページとかでやっぱりもう不意にね胸を打たれる可愛さだよね。そうなんですよね、嬉しい。そうなんだ、なんか世界が広がったきっかけか、広がったきっかけ、なんだろうね。まなかちゃんは何歳でデビューしたの？はい、私は 18?、うん、あ、18、ね、高校3年生の時に。そうだったんだ。多分ね、初めて共演したのって、うん、まなかちゃんがまだ19でした。だね、10代だったよね。10代で。そうだよ、そうだよ。ご一緒したのでね、え、なんかそこから変わったりした。まあ19だとね、定番ではあるけど、成人したとか、うん、はい、あるけど、結構でも変わりました。変わった？なんか髪を染めたりとか、お酒飲んだりとか。そうだね、お酒なんか結構その飲む手前かなんか、これから飲めるようになったらどうなるみたいな話もその現場でしてた気がするね。お酒飲めたらいいなみたいなお話をしてたんですけど。その後飲んでるの？結構バッチリ飲んでます。バッチリ飲んでます。なんて言ったらいいのか分からない。接続しちゃった。お酒大好きで、まあ、そうなんだ、意外。そうなんですよ、もうのんべえですね。そうなんだ、がっちり飲んでます。へえ。森さんってお酒飲む？私もお酒好きなんだけど、うんうん、でもなんかあのなんか代謝というか、はいはいはい、もうすぐ赤くなっちゃって、それが恥ずかしくてね、なんかなかなか人の前で飲めなくて、全然酔ってないんだけど赤くなっちゃうタイプなの。そう、でもそれはきっとプラスですよ。え、本当？赤くなるのは可愛らしいって。あれ、なんか19の時のまなかちゃんと違う。そうなんだ。じゃあぜひ今度ね、うん、一緒にお酒飲めたら。そうなんだ、私ぜひぜひ追いついていけるかな。もう多分ね、一口目とか一杯目飲み終わるぐらいまでにはもう完全に真っ赤っかに、そうなっちゃうんだけど、全然あの体とか平気だから、ぜひ一緒に。いや、見てみたいです、真っ赤な飲みましょう。のりさんこのごちうさんのラジオで次はお酒飲もうねって約束するのも、まあ大人になったというところで ね。はい、てなわけで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。ご注文はラジオですか？10周年スペシャル、ここからはこちらのコーナーをお届けします。ちのとふゆの仲良しシンクロテスト。
高校生になり新しく友達になったちのと冬。そんなちのと冬の中の人である私たち2人の気持ちがどれくらいシンクロしているのかを今からチェックしたいと思います、うん、リスナーさんからタイムスリップするなら A 過去 B 未来のような2択の質問を送ってもらいましたので、その2択の中からどっちの方が自分に合っているかを挙げて、最終的にどれくらい私たち2人の意見や感覚がシンクロしているのか仲良し度をチェックしていきたいと思います。どういう質問が来るかによってまた変わってくるけどね、うん、ちょっとドキドキ。そうですね、まだ知らないまなかちゃんを知れるかもしれないじゃあ早速、うん、紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム手丸さんからいただきました。ありがとう。水瀬さん、岩見さん、こんにちは。こんにちは。ラビットハウスは昼はカフェ、夜はバーになりますが、お二人が行ってみたい時間帯はどちらですかA 昼のカフェ、うん、B 夜のバータイム。うわー、なるほどね。 A か B ね、 OK、はい、うん、せーの、 B だよねだよね、だってさっきまさに、まさにお酒の話してたからカフェお好きなんですか？カフェそう好きですね。 あとなんだろう、あの、まあ、バータイムになったら高博さんに会えるっていうのが、はい、私的にはやっぱちょっと由来だんだけどそうやっぱねレアキャラだから会いたいなと思ったけどなんか食事をしたいなと思っちゃって。そう、確かに、あの、まあ、なんだろう、カフェメニュー的な食べ物をちょっと食べたいなと思ったから A にしちゃったけど、まなかちゃんは B です。でも私も迷ってね、迷うよね。コーヒーめちゃくちゃ好きで。あ、そうなんだ。そうなんです、飲むのが習慣なので、うん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 、お昼もいいなって思ったんですけど、うん、やっぱりバーだよね。バーってあんまり行ったことないです。だから、うん、なんか行ってみたいなっていう気持ちも、ね、種類とかね、うん、すごい難しそうだよね。こういうやつですもんね。シャカ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 8の字書くんだよねそう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 、気になる。ぜひぜひ。なんか バー系なんかコーヒーとかの商品は出たことあるから、いつかなんか高博さんのね、なんかアルコールメニューとかもね、おしゃれです ね見てみたい。じゃあ次いきますよ。こちらレスレスさんからいただきました。ありがとうございま す, います入学するなら A ココアとチアの高校、うん、B リゼとシャロの高校、まあ、リゼとシャロの高校はお嬢様学校ですね、うん、ご機嫌ようを練習した。いや可愛かったですね。ねえ、どうしようかな。どうしよう、めっちゃ迷うけど。じゃあ、はい、A か B いきますよ、はい、せーの A。 あ、またまた A じゃん。A まなかちゃんはお嬢様学校、憧れます。憧れるね、確かに。いいですよね、優雅に朝を迎えられそうな。そうだね、だって挨拶ごきげんようだからね。ごきげんようなんて人生で言ったことないんですもんね。廊下ですれ違ってごきげんようだよ。しかも制服もめっちゃ可愛いじゃないですか。可愛い、そうそう、白地のね、そうなのよ、気品があって惹かれちゃいますね。人生で経験できるって言ったら、うん、どちらかと言ったらって感じですけど。あー、そっか。いや私もやっぱその、うんうん、制服がめちゃめちゃ可愛いから、うん、ちょっと惹かれる部分あったんですけど、うんうんうん、やっぱり自分がこの身の丈に合うかもみたいな、やっぱ気づいたらガニ股みたいなので、なんか退学になりかねないなみたいな。めっちゃ厳しいですね。なんかお母さんたちのお金みたいな気持ちになってやっぱり庶民は庶民の高校に行くのが一番いいのかなと見てみたいです。どっちの衣装も、衣装というか、でも私はもう廊下でご機嫌よう、例えばまあ自分のね、こう、うんうん、高校時代の友達とかで想像したらやっぱ笑っちゃうから笑ってはいけないね。高校生活が始まりそうで難しそうかもしれない、はい、はい、ありがとうございます。続きまして、うん、ペンネーム、ナミさんからいただきました。ありがとうございます。新幹線や車での移動中は、うん、A とにかく寝ていたい、うん、B 起きてたくさん喋りたい。うわ難しい。おー、難しいな。これはこれは、うん、いきますか。そうだね、じゃあ決まりました。はい、せーの A。 もう全部違う。こんなことある？まさかの。そうか。そうなんですよ。
まなかちゃんは寝ていたいと。寝ていたい。まあ、でも寝るの似合うね。寝るの似合うんですか。やっぱ休息しててほしいもんね。でも休息が好きで、うん、まあ、皆さんも好きかもしれないですけど、うんうんうん、なんかこうコミュニケーション取るのが好きなんですけど、うん、得意じゃなくて、あーでもそれわかる。なんかこう相手に気まずい思いをさせるくらいなら、そうそう、確かにね、寝ようっていう、いっそ自分が電源を落とせば。そうなんですよ。そう、私もだからなんか喋ってるっていうのはちょっと違うんだけど、はい、その質問的に、はい、でも寝ることがあんまなくって。あ、そうなんですか。そう、移動中なんかね、逆になんか興奮しちゃうというか、うん、景色とかを見たくなっちゃって。いいですね。そうそうそう、なんかすごい、なんかあの新幹線とかに乗ってるとさ、雨が降ってたりするとすごい速さだからさ、はいはいはい、そうですよね。なんかもうなんていうの、雨が本当横殴りにあの発水していくじゃん、あれとかをなんか動画にずっと撮ってたりとか、そう、なんかもうそういうこうなんだろう、かあの、うんうん、トンネルとかに入ると自分の顔がずっと見えるじゃん。そうですね。なんかそれで自分の顔をずっと見たりとか、別になんか前髪を直したりそういう系じゃないんだけど、なんかすごい自分の中の自分となんか対話するみたいな、そう、なんか変な時間に使っちゃって、ね、結果全然休めないっていう。面白い。そうなの、だから喋りはしないけど起きてるかなって感じですね。ということで、まさかのひどい。ちなみにシンクロしたのが、はい、3問中0問シンクロしなかった。え、切ない、ちょっとショックこうタイトルがね、仲良しシンクロテストになってるからなんか残念になっちゃってるけど、違うもの同士だから仲良くなる世界線もありますから、磁石の法則でねえ、知らない世界にね、だから私もまなかちゃんと移動するときは、もうまなかちゃんにあの窓側譲るから自分との対話を、自分と対話してみてはい、いつかそんな日が来たらいいですね、はい、ということで以上、ちのと冬の仲良しシンクロテストでした。ご注文はラジオですか？10周年スペシャル。ここからはご注文はうさぎですかの最新情報をお伝えします。本日より浅草橋ヒューリックホールにてご注文はうさぎですか展カフェルミエールがスタートしました。入場特典として原作者恋先生書き下ろしミニ色紙全7種をプレゼント。ただいまローソンチケットにてチケット絶賛発売中です。展示の見どころはココア、チノ、リゼ、チア、シャロの等身大フィギュアの展示や、チノ、ココアの部屋&ラビットハウスが再現された展示があり、ごちうさの世界に飛び込むことができます。さらにごちうさ展のための新規取り下ろしボイスもございますので、ぜひぜひお楽しみください。さらにさらに、ごちうさ展公式ツイッターでの感想投稿キャンペーンを本日から実施中。ハッシュタグごちうさ展東京に行ってきたをつけて、ごちうさ展の思い出や写真を投稿してみてください。キャンペーンに参加していただいた方の中から抽選で豪華景品をプレゼントいたします。私たちがサインをしたグッズも景品になっているので、ぜひ参加してゲットしてくださいね。また11月18日木曜日から大阪大丸梅田店でも巡回開催しますので、こちらもお楽しみに。詳しくはごちうさ店公式ホームページ、ツイッターをご覧ください。さて、ここでごちうさ店のグッズをご紹介したいと思います。実際に私たちのね、目の前にある商品の数華やか、もうすごいよ目からマイナスイオンが入ってくるような。まずこのねミニ色紙、こちらまあランダム配布となっているので、ちょっとキャラクターをね指定することはできないんですけど、まあどれも本当に大当たりの、いや本当に可愛いですね。書き下ろしのね、恋先生の書き下ろしになっていて、あのアクリルスタンドとかと、あのまあ衣装は一緒なんだけど、よく見ると表情がねちょっと違うですね。そう、うわーすごいよね。すごい、なんかすごいですね。すごいよね、生きてるファンにはたまらない、ね、そう。とあとはこれか、クッキー、ラビットハウスのクッキーだったり、これにもおまけシールがついてんだね。マグカップだったり、あとはあの巾着の中にコーヒーが入ってる商品だったり、そして大物ここにいますね鎮座されておりますけどすごい大きな、あーどっしりティーピー、これどれぐらいあるの、確かにどんぐらい、もうこうですよね抱えるにも多分手が
回りきらないぐらい大きいサイズで、でもなんかあのアンゴラウサギで検索すると本当にこれぐらい の、うん、あの思ったより大きいんだよ。なんかふわふわだから、そう結構ね、あ、でかっていう画像が出てきたりするんですけど、それぐらい迫力ありますよね、うん、迫力あるね、かわいい、かわいらしい。ぜひ多分ホームページとかでもね、うんうんうん、グッズ見ていただけると思うので、はい、はい、楽しんでみてください。はい、お願いします。そして本日10月29日にごちうさ展開催に合わせて、ご注文はうさぎですか画集、カフェドラパン、カフェドソレイユ、カフェドエトワールの3冊の電子書籍版を発売。電子書籍化にあたってはデジタル原画の色合いを可能な限り再現、作中における光の表現の明るさや衣装街並みの色鮮やかさを紙媒体の絵以上に体感いただけますので、ぜひお見逃しなく。そして改めまして CD 情報です。本日10月29日にご注文はうさぎですかテンスアニバーサリーキャラクターソング冬が発売です。原作10周年を記念した CD で、ごちうさファン必聴の冬のキャラクターソングに加え、カップリング曲はちのと冬が一緒に歌う曲を収録しております。さらに原作10周年を記念したアニメ主題歌リアレンジ&ハイレゾベストアルバムがぴょんぴょんの日11月11日に発売です。厳選したキャラクターソングの初ハイレゾ音源ベストを並びに、アニメ主題歌のリアレンジ集を一つの商品にまとめてお届けします。最後に原作コミックス情報です。ご注文はうさぎですか第10巻が12月25日にいよいよ発売です。ぜひこちらチェックしてください。以上、ご注文はうさぎですかからの最新情報でした。ご注文はラジオですか10周年スペシャル。お送りしてきましたご注文はラジオですか10周年スペシャル、そろそろ終了のお時間です。この番組では温泉プレミアム限定のおまけコーナーもお届けしていますので、ぜひそちらもチェックしてくださいね。はい、ということで10周年スペシャルをやってきましたが、はい、まなかちゃんいかがでしたか。いやなんか楽しかったですね。いっぱいのりさんと話せて、こんなにおしゃべりできることも今まで。そうだね、なかなか私自身もこう、うん、なんかどれぐらい、なんか私もすごい人見知りというか、もうそれこそごちうさの初期の頃なんか本当にもう、はいはい、あの一日を生きることが精一杯みたいな、はい、もうすぐ家に帰りたくなるような子だったから、うん、そうなんですね。そうだからごちうさの当初から知ってくれてるスタッフの方とかは、うん、マジで明るくなったよねみたいな感じで本当に、だからあのまなかちゃんのその初めて会った時19歳の時とかはもうその日じゃないぐらい私は暗かったから、そうなの、本当にすごいの、イメージが湧かないです。めちゃめちゃもう地面ばっか見て歩いてたから、そうこんな風になんかこう、まあ先輩って言ってもね、もう全然あれなんだけど、こうやってファミリーが増えてちょっとこうお姉さんっぽくなんかこんな風にラジオできたのは私にとってもすごく楽しくて、あの素敵な思い出になったので、ぜひねごちうさがどんどん続いていって、ティーパーティーとかまたイベントの時とかも、まなかちゃんもイベントにぜひあのごちうさファンの皆さんの前にね、まなかちゃんが冬役として登壇できる日をもう私も楽しみにしているので、あったらいいなって思います。ぜひぜひキャラクターソングなどを聞いて、あのごちうさ愛を高めていただければなと思います。重ねになりますけども、本日発売の CD、 そして本日からスタートしたご注文はうさぎですか店カフェルミエールをよろしくお願いします。それではそろそろお別れです。お相手は千奈役の水瀬いのりと冬役の岩見もなかでした。バイバーイ。ご注文はラジオですか10周年スペシャル。この番組はご注文はうさぎですか店カフェルミエールの提供でお送りしました。